はい、こんにちは那須林ですで初心者のためのギター講座今回取り上げるテーマは「高いギターはなぜ高いのか」というテーマでしゃべっていきたいと思いますまあギター講座というよりはギターの雑学的な話になるんですけれども このねギターの値段っていうものがどういうふうにしてこう決められているのかっていうものをねお話ししていこうかなと思いますまあ僕自身はねあのギターを作る人ではないのでまあ伝え聞いたところのことをねこうお話しするような感じになるんですがその点ご了承くださいギターの、ね、値段を決めるにあたって、まあ、大体3つのポイントがあるのかなと思います1つ目のポイントとしては材料が高い 2つ目のポイントとしては制作費が高い3番目のポイントとしては付属品が高いっていうところです、えー、まず第1のポイントから話していきましょう、まあ、ギターの、ねえー、こう構成する部品としては大きく分けてねトップ板あとサイドバックの板 あとネックっていうね大きなパーツとしては3つのパーツがあるんですけれどもそれぞれの値段がやっぱり上がってくると自然とこうギターの値段が上がってくる、えー、このギターの話をするとトップにはジャーマン・スプルースっていうギターを使ってるしサイドバックにはブラジリアン・ローズウッドっていう木を使ってる、えー ネックにはホンジュラスマホガニーのワンピースネックを使ってるっていうところです。えー、っと、分かりやすいところで言うと、牛肉ですね。えー、普通にスーパーで売ってる牛肉、普通に牛肉って売ってるものよりも、えー、例えば松坂牛だとかね、前沢牛とかね、えー、なんかブランド品。 の名前がつくとまあ、自然とこう高くなるまあそれと同じようなことがね、えー、ギターでも起こるんですね、えー、ジャーマンスプルースただのスプルースではなくてジャーマンだからまあドイツですね、えー、ドイツで取られた ドイツで育ったアスプルースを使っている、えー、特にここ,このギターだとねブラジリアンドをずっとあ通称をはからんだっていう木を使っていますえー、っとこれだとねワシントン条約であの普通に輸出入があ禁止されている、えー、何雑魚とか別 とかね、それと同じようなあレベルで、えー、取引される素材なんですけれどもそういう希少価値のある、えー、木材を使ってると自然と値段が上がっていくっていうところです、えー、さっきねホンジュラスマホガニーのワンピースネックっていう言い方しましたホンジュラスマホガニーも,も,も希少価値高いんですけれどもそれをさらにワンピースで使ってる、えー、ネックっていうのは あの大きい角材をこうネックの形に作るんですけれどもつなぎ合わせて作るとあの素材の無駄がなくなってあの少ない材料からたくさんの、ね、ネックを作ることができるんですけれどもワンピースネックにしちゃうと、えー、捨てる部分が大きくなって大きい角材を用意してもそこから1本しか取れない。 一本ギター1本分しかネックが作れない、えー、とかいうね贅沢な使い方を作り方をしてると、まあ、自然と値段も高くなるっていうようなことがあります。このペグ 1>, 1つ取っても、えー、5ト5等っていうメーカーの510一番高いペグを使ってたりとかね、えー、そんな感じでいちいちね使われる素材やパーツが高いとこれブリッジブリッジじゃねえなサドルとネックは牛骨ですけどね最初に付いてたのは象牙が付いてましたけどもまあそれだけでもね象牙、えー、のサドルだけでも5000円ぐらい したりするんですけれども、もういちいち高い <laughs> そういうのをね。まあ、組み合わせると、もう監視費も自然と高くなるっていうことがあります。2つ目のポイントとしては制作費が高いです。えっ、ー、と安いギターっていうのはですね。もうそれぞれのパーツがもう。あらかじめこう作られてて、もうそれをこう組み合わせるだけでねえー。一つのギターが出来上がる。 だからまあ手間をあまりかけずに一つのギターが作られてそれをねこう大人数で長年作業でこうどん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 作るそんな風にして作られるんですけれどもやっぱり高いギターになると職人さん長年の経験を持った あすごくね、えー、名のある職人さんがやっぱね手間暇かけて、えー、こう作るとなると自然とね制、えー、作費も上がっていくっていうことがあります。えー、メーカー品であってもねやっぱりその特にヤマハとかだと試行モデル といいううような言い方しますうーんそういうものだと高くなるだろうし、えー、特にこのギターの場合だと横山ギターっていうギターだと横山忠さんっていうね、えー、すごく名のある制作家の方があーこう作るギターとなるとやっぱりね、えー、その分の <laughs> 基本料金的なものが高くなってしまうっていうのがあります。 3つ目のポイントです付属品が高いまあね僕の持ってる横山ギターのね話をすると、えー、これ横山ギターの専用のギターケースなんですけれども、あのこれだけでも、もうね、安いギター1本買えるぐらいの値段します。えー、別で買うと3万5千円ぐらいするのかな。 うんそんな感じですね。えー、と日本の、ね、岩本ケースっていうねすごく有名なあギターケー,スケースを作るメーカーではすごく有名なもののもうシリアルナンバー入りっていうようなーケースになっててそれを、ね、横山ギターのもうサイズにもうピタッと作ってあるもう特注品ですね。ここに、 横山ギターのロゴも入ってるそういうもう本当に特注品ただこれだけでもね あの高いですねんそんな風にしてやっぱね素材が高かったり、まあ、付属品も高かったりいちいち高いので、えー、自然と売る時の値段が高くなるっていうことがありますそんな風にしてですね、まあ、ギターの値段っていうものがね、えー、決められてるっていうことなんですけれども、えー、とこれっていうのは何というのかな、あのー、例えばお寿司なんかだと、えー、スーパーでもね パックで売ってるお寿司も、えー、もちろんまあ食べれば美味しいですけれども、えー、これがね、えー、なんとかっていうね有名な料亭の <laughs>、えー、それで、えー、魚沼産のコシヒカリを、えー、使って大間のマグロを使って、えー、何お米は備長炭で <laughs> 何土鍋でこう炊いてみたいな感じでそれが三つ星の シェフが握ったらそりゃ高くなるだろうなっていう感じだからギターでもまあ同じようなことが起こるということですねなんとかジャーマンスプルースを使いハカランダを使いそれを、えー、その道何十年のベテランの職人さんが作るとなるとやっぱり自然と値段が上がってしまうっていうところだと思います注意するべきっていうか一応ね頭の隅に置いておきたいのが これがああその項目、ギターが高くなるっていう項目の中に音色っていう項目はないわけなんですよね。だからあー音色がいいから自然と高くなるっていうかというと、必ずしもそうじゃないっていうところがあります。まあ、もちろんね、その、 いい素材を使ってそれをいい職人さんが作ればもちろんそれはいいものになるだろう音色も良くなるだろうっていうまあそういう前提のもとにね <laughs> もちろん高いギターを買うわけなんですけれどもまあそうでなかったとしてもまあ安いものだったとしてもまあそれはそれでね ちゃんと、まあ、もちろんギターはギターだろうしその安いなりにもそのギターの良さがあるだろうっていうことなんです例えばね今あ僕が持ってるギターこれハニービーっていうギターなんですけれども、まあ、これはこれでね結構いい音するんですよ。

うん、僕ねこれ結構気に入って使ってるんですけれどもあのー、高いからすごくいいかまあ安いから全然だめなのかつうとそんなこともないのかなと思いますまあさっきねお寿司の例え言いましたけれどもまあ僕言うてもそんな料亭の高級お寿司なんて <laughs> 食べたことないまあ食べればもちろん美味しいんでしょうけどまあ僕はねあのスーパーで売ってるお寿司でも十分満足します <laughs> 僕は はね、まあそこら辺はどういうどういうものであってもあの満足は得られるのかなと思うんですよね、えー。なので何、えー、て言うのかなその価値とか値段っていうものは、まあ、自分が決めればいいのであって安いから悪かろうよ高,いけれ高ければ良いいかろう。 っていう先入観だけでこうギターを語るのもえどうなのかなっていうところもあるので、そういうなんだろうな値段だけにとらわれずにそのギターを選んであげるとハッピーになれるのかなと思います。年の初めにあの芸能人格付けチェックっていう番組ありますよね。僕すごくあれ好きなんですけれども、あの楽器ですごい1億円のストラディバリウス 対対、えー、初心者用ののバイオリンの対決それを聴き比べてどっちがあ1億円のストラディバリウスですかみたいなので、えー、そういうのを出題するとブラインドテストでね出題するとやっぱ意見が分かれるんですよねあれってすごく面白いなと思っててやっぱその値段だけで例えば ストラリバイを100人が100人聞いて1,000人が1,000人聞いて1,000人がそっちの方を選ぶかとつうとそんなこともないっていう。 なのでその価値とかね、えー、音色の良さとかそういうのってまあ主観的なものだったりするのであまりその値段だけでその語るのもどうなのかなというまあむしろそのそれその値段なりの良さを見つけて、えー、そのギター今持ってるギターまあ 例えばもし安いものだったとしてもそのギターなりの良さっていうのがあると思うので是非、えー、ね今お手持ちのギター のことともも愛して欲ししていなという思うし、まあ、もちろん、ね、高いギターに対する憧れもあるでしょうけれども、うん、安いギターならではの良さっていうものももちろんあると思うので、えー、そういう考え方でそのギターに接してあげると、えー、ハッピーになれるんじゃないかなと思うので参考にしてみてください、えー、今回はこんな感じで終わりたいと思います最後までご覧いただいてありがとうございましたではさようなら